はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、戦隊ヒーローシリーズ07赤忍者超絶です。はい、赤忍者のパワーパフォームの赤忍者超絶が早くも装備化されました。今回はタグが手裏剣じゃなくって超絶勝負チェンジャーになってて、パワーアップ後の姿もガラッと見た目が変わりましたよね。では赤忍者と比較しながら詳しく見ていきましょう。はい、まず全体をぐるっと見回すとこのようになってて、改めて赤忍者と比べると本当に相当見た目が変わりましたよね。モチーフはライオン覇王と同じお城が元デザインになってますから似てる部分が多いですし、侍の鎧っぽい形状もなかなかかっこいいですよね。忍者一番とは付属しませんけど刺すところもありますし、一応固定部分とかすね当てとか忍者っぽい要素もちゃんとありますね。よく見ると超絶勝負チェンジャーもハマってます。はい、近づいてみるとこんな感じ。可動はこれまでと変わりませんから、両腕がぐるっと回転するのと腰可動。はい、去年一昨年とのパワーアップフォームと比べるところで、カーニバルはめちゃくちゃド派手ですし、ハイパー特急1号はシンプルめだったので、今年のパワーアップフォームは普通にかっこいいですよね。個人的にはすごく好きです。ちなみにデラックスライオン覇王の赤忍者超絶は、この辺に乗ることができますので、ちょっとキヨちゃんっぽいですね。以上、手裏剣戦隊忍忍者、戦隊ヒーローシリーズ07、赤忍者超絶の紹介でした。